一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会は、フランチャイズシステムの健全な発展を図ることを目的に設立された業界団体。1972年、通商産業省の認可を受けて設立。フランチャイズシステムに関する教育研修、調査研究、規範制定、広報相談などの活動を主としており、 フランチャイズビジネスを運営する日本の代表的な企業を中心に構成されている。2012年4月1日、公益法人制度改革により、一般社団法人に移行。2021年3月31日現在、正会員103社、準会員13社、研究会員114社、参助会員276社、合計506社が加盟している。 会員には4種類あり、次のように分類される。個人または、法人等の目的及び活動が、公の秩序または、善良な風俗に反する恐れがないものであること。個人または、法人等の財務及び経営が健全であること。当該フランチャイズシステムに関わる明確な契約条件が確立しており、その内容が適切であること。 当該フランチャイズシステムに関わる契約条項を自ら実行し、その効果を現に挙証し得る事例を有するものであること。申し込み時点に日本国内において2年以上の実績を有する、フランチャイジーを原則として10以上を有するものであること。当該フランチャイズシステムに関する契約の解除、または実行不能件数が過去2年間に その年に存在する契約数の20%を超えないものであること。ありがとうございます。